南部翔太郎は、日本の漫画家。昭和20年代の関西漫画界の第一入社で、代表作に焼け跡派の4コマ漫画、屋根裏三ちゃんがある。生前は、大阪読売新聞カ館の、漫画アンデパンダン戦者、日本漫画家協会関西支部所属。1918年11月23日、岐阜県大垣市生まれ。すぐ、大阪府高槻市に移住。 1937年、宮古島工業学校建築家卒業後、大阪の建築事務所で働き始める。一時的に大英響と撮影所で助監督を務めるが、建築事務所に復帰。1945年、勤めていた建築事務所が解散。漫画を描き始め、大阪新聞社の雑誌、漫画日本や読み物と漫画で作品を発表。 漫画日本に掲載された、千数ヨが大阪新聞編集部の目に留まり、年末に大阪新聞で、九太郎青春メモを短期連載。1946年、大阪新聞3月12日付から4コマ漫画、屋根裏三チャン連載開始。戦後日本の世相、風俗取り入れた作風が評判及び、 本作を読むために新聞を買う人の行列ができ、松竹で喜劇として、上演、三ちゃんを冠したお店が大阪に数カ所作られる、ほどだった。手塚治虫は、ロストワールド執筆時に、この漫画、もっと三ちゃんみたいになりまへんかなと意見されたという。年末、手塚治らと関西漫画人クラブに参加。これは、東京へ行かずに、関西で漫画の根を生やそうとした回。 1947年、手塚治虫、武田正美とスリーマンガクラブを結成。南部は8ミリ映画に凝り、自作の劇映画を見せることもあった。東京の朝日新聞から連載の声がかかり、大阪新聞での手応えから自信を持って、東京へ上京したが、大阪出身者への偏見から苦労し、大阪に戻ってきたという。 1976年11月5日、脳一血のため、兵庫県宝塚市の大室病院で死去。57歳。手塚治も、東京から駆けつけ、葬儀を取り行った。生涯独身だった。朝日新聞1976年11月6日、長官ぶっこしランプロフィール、CD 現代日本人名録ぶっこ社編2004。 日外、アソシエーツ株式会社、2004年、昭和新聞漫画誌毎日新聞社、1981年、A.B. 清水伊佐大阪漫画誌漫画文化発信都市の300年、ニュートンプレス、1998年12月、中野春雪、手塚治虫と、路地裏の漫画たちちくま書房、1993年、A.B. 手塚治虫、 漫画の扇作り手からの漫画論公文社、2007年。手塚治む、僕は、漫画家、手塚治む時代に山と処方、1979年、我ら六両人、第39回、が、茶ャボイ漫画堂第五話男子子を立てて、東京へ出る牛を、掃除、手塚治むと、僕創始者、2007年、大阪新聞75周年記念誌大阪新聞社、 1997年12月、ありがとうございます。